はい、烏帽子山公園に来ております。ね、ガイドさんにちょっと教わってですね、黄色い桜があるということでね、後で見に行きましょう。まず、烏帽子山八幡宮、参拝したいと思います。あ、この鳥居はですね、日本一の、大鳥居、何が日本一かっていうと、石、継ぎ目なしの石、石一本っていうんですかね、それで、できている。お疲れ様です。10メーターを超える鳥居があるそうです。さあ、横顔になってしまいましたけど、鳥居が見えてきましたね。言いましょう。ああ、なるほどですね。ああ、石ですね。何石ですかね、ちょっとわかんないですけど。立派な鳥居でございます。説明書きが書いてありますので、ちょっと見させてもらいましょう。はい、こちらです。よし、上手者で手を清め、拝借置いてある、珍しいですね。参拝する前にですね、なんか気になるものがあったので、ちょっと見てみたいと思います。烏帽子石とのことです。大工なんか塩釜神社となんか関係あるみたいなこと書いてありますね。はい、惜しい石です。あ、はい、奥に行くとですね、読めないですね、飛鳥神社って言うんですかね、対馬神社、温泉神社、赤湯、新名神明宮みたいですね。はい、じゃあ参拝しましょう。終わりましたが、裏回れそうなのでね、裏も回ってみたいかなと思います。ね、ここ頭気をつけてくださいね。あ、丸っきり裏には回れないですかね。はい、ここが
神様に一番近い場所ですね。でもね、特に何は何もないというか、はい、よろしくお願いしますということで、非常に珍しいですね。はい、じゃあ御朱印もらいます。よし、まあね、すぐ隣に社務所がありますからね、そこでもらえますからね。じゃあご支援いただきました。継ぎ目なし石造り日本一大鳥烏帽子山八幡宮ということでいただきました。